お疲れ様でーす。じゃあ本日は最新弾発売記念大会にお集まりいただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はね、ありがとうございます。今日ね、だいたい23か4かわかんないですけど、そのぐらいいます。うん、はい。ということで、まずあの今日なんですけど、今日は最新弾のカードを使おうという大会なんで、うん、まず皆さんデッキの中身は大丈夫でしょうか？大丈夫でーす。で、この間の電動ゼロあったじゃないですか、うん、あの時のあのなんか投票システムみたいなの俺もすごい面白いなと思ったんで、ほう、デッキバレるんだけど、うん、1回戦終わった段階でみんなデッキの中身の写真を、うん、俺のツイッターのところの DM に貼ってほしいんですね。ほう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 。誰かあの代わりに、うんうんうん、なんか1人につき1人なんか誰か代あの代行を。ああ、じゃあちょっと多分、まあ、じゃあヒドロがやってくれるよ。でツイッターで集めてってことね。はい、ツイッターにツイートをしてもらいます。おお、いいじゃん。みんなもいいねすると思うんですけど、うん、いつ知らずの人もいいねするかもしれない。そうだね。あのそれで合計して、うん、決勝が終わった段階で、うん、いいねの数数えましょう。はいはいはい。ああ、いいですね。まあ、なんか渡すかもしれない。わかりました。そういう感じで、はい、やりたいと思います。で、まあ、あとはあの最新弾のカード満載なんで、うん、ゆっくりやりましょう。あ、はいはいはい。今回あの召喚した時とかさ、バトルゾーン出た時とか微妙に違うやついっぱいいるんで、うん、テキストちゃんと見て、そうですね、プレイはしましょう。はいよ。はい、じゃあゆっくりプレイするということだけ心がけてください。はい、もう一回ルールね、あのだから10万以上だよね。あ、そうです。はい、そっかそっかそっか。もうそれ言ってなかったからもう一回、最新弾を10万以上デッキに組み込んで入れてください。再録はなし。再録はダメです。はい、はい、ダメだ。再録はさすがにダメだろう。うん、もういい。新カードじゃないからな。そうだよ。新カードじゃねえから。そう。はい。いいでしょうか、そんなところで。はい。質問ある人いますか？質問ある人？はい、質問ある人聞いて。ない。ない？はいよ。じゃあなければ始めます。はい。本日は人数が中途半端なんで、うん、1回戦不戦勝が、あ、これやっぱ24人か。うんうんうん、8人いますね。はいよ。はい、じゃあこの8人は、ちょっと一回このスペースからどいて、うん、なんかどっか通路とかにどいてください。はーい、じゃあ組み合わせお願いします。大丈夫。じゃあ次、はい、じゃあそっち側から呼んでみます。はい、カバー、あ、父さんもいる。はい、じゃあで、相手がね、中村、こっちの中村くん。はい、そこでやってください。で、次隣、千馬くん。はい、そう、はい、お、はいはい、試合頑張ってくださいね。はい、はい、診断のデッキです。はい、皆さん呼ばれたら、はい、はい、シード以外の人は奥に行っててくださいね。はい、シード以外は、はい、シード以外は奥の方でね。はいはいはい、はい、頑張ってください。はいはい、畑さん対和先生、そしてやはいきなり優勝候補じゃないですか、ね、やばいっすね。やばいやばいね、うん、頑張ってください。このデッキ勝てる気がしないっすよ。頭が熱くて髪の毛きれいよ、モサモサだな、お前は。やばいっすよ。広げちゃうことになるけど、あのデッキの写真を撮って、準備をしといてください。はい、終わったらどっちか、うん、だからもう1回戦終わったら全員のデッキがバレる。うんうんうん、誰のデッキなのかっていうの顔が一致しないだけで。そうかそうかそうか。はい、勝った人がくれます。勝った方が先にくれますって。スリムでバレる、まあ、そういう感じでいいでしょうか。うん、はい、すいません、じゃあお待たせしました。じゃあ最新弾発売記念大会、じゃあ1回戦頑張ってください。いくぞ、ゲームはスタート。どうぞ、健康ですよ。どうせツイートするから、じゃあドラゴンやります。じゃあスナップンのメモリー埋めて終了です。これ本当に診断だけで作ってない？すごい。違います。違うの？全部まだ診断のカード見えてないです。そうだね、これ、はい、暗黒さんじゃん。来たかもしんねえ。ちょっと待って。あ、大丈夫。いきなりトラブル。大丈夫です。大丈夫です。じゃあごめんなさい、不戦勝の人たちはあの雪の中身を分かるように写真撮ってください。あ、どこで撮ろうか。はい、大会ぼちぼち2回戦に入ってるそうですね。はい、皆さんデッキの写真は提出しましたか？はい、で皆さんね、自分の提出したデッキ以外もいいなと思うデッキにいいねボタンを押してくださいね。はい、そのいいねボタンの数でなんか評価があるそうです。はい、なので皆さんどんどん出してください。ここは試合、大会中2回戦、はい、2回戦やってます。まだしてない。そうですか。うわー、ここも濃い濃い大会。ガラスと
熱いいねだから熱い、はいはいはい、いいねは風で決まる。はい、皆さんね、はい、いいと思うデッキにいいねボタンを押してくださいね。はい、なんかね、参加賞もらってるらしいよ。お前参加してないからなんだ、お前は行きないっすよ、参加賞が。さあ、誰か、はい、俺は、プラボンクがあれたくないから、俺は通らない。はい、いやー、はい、はい、じゃあ本日の、診断発売記念大会ベスト4おめでとうございます。はい、総勢24名から勝ち残ってきたこの4人、はい、どんなデッキを使ってるんですかね、あと大会への意気込みというか、最後ね、一言ずついただきたいと思います。はい、まずはマスク。いやー、デッキからですか、わかんない、どんな感じですか。穴からハンデス、穴からハンデス、はい、いけそう、いけそう。頑張りたいです、頑張ります。はい、唯一中学生。そして、はい、クレイジー中村。デーガライオネル使ってるんですけど、ちょっとまだプレイに甘いところあるんで、準決勝から頑張って回るようにしたいと思います。おし、頑張れ。はい、そして畑さん。僕は今回診断のこの2枚を使おうと。何？診断のカードです。ほい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 、これを生かしたデッキを組んできます。お、いいですね。値段上げましょう。1段と2段しか使ってないです、往来編の。あ、そうなの？最近の1段2段しか使ってないだけです。それはコンセプトありますね。はい、畑さん頑張ってください。そして最後に、どんなデッキですか。穴から竹ですね。穴から竹馬。穴から竹、はい、わかりました。はい、意気込みの方は。どうせね、楽に勝ちですね。なんか悪役になってるんだけど。はい、じゃあ、はい、準決勝頑張ってください。お疲れ様です。決勝 2戦目、竹馬対クレイジー中村。なんかごつい2人が戦う。そうですね、DVD が今書いてる2000円。あー、それちょっと違う。なんかちょっとよくわかんないですね。竹馬さん、このプレイマットはこれ昨日届いたの。昨日届いたの。届いたの。これ何。これはロゼリアといって、ほう、なんかバンドのグループです。へえ、竹ちゃんいろんなもの好きだよね。今こういうなんかね、そうですね、なんか知らぬ間にハマってましたね。あ、そうですか。1枚のプレイマがだんだん何十個って。ああ、いや、まあいいんじゃないですか。いいです、ね、まあ、はい、竹馬さんなんで、はい、あ、こっちは川さん。あ、下川さんです。すごい、すごい、かわいらしい。よし、じゃあ頑張ってください、はい、決勝戦です。決勝に残った2人は竹と畑。こちら。あれ、前回もこの2人じゃなかったっけ。ずっとこれ対価とあれだね。なんかね、診断発売大会だと必ずこの2人が、やっぱデッキ組むのがうまいっすよ。2人とも、はい、畑はでも毎回オリジナルで作ってくるんだよね。はい、もちろんです。竹根さんも僕は念能力で、ね、念能力で。ああ、そうですか、さすがです。スキルハンターちょっと面白いんだよね。ちょっと面白くなる。昔はクソつまんなかったけど、うん、最近ちょっと面白くなってきたんで、うん、穴から竹も面白いし、はい、まあ、はい、あれも思いっきりいいです、なんか。ああ、そうですね。はい、じゃあ頑張ってください。決勝戦です。お疲れ様です。はい、優勝者決まったって。優勝者が、はいはい、さすがです。おめでとうございます。はい、よ、よくやった。当然のことをしたまでです。というだけではなくてですね、はいはいはい、これ向こうで言った方がいいかなと思って、うん、じゃあ向こうに行こうか。はい、よ、いいよ、どうぞ。イエーイ。はいはい、じゃあすいません、あの診断発売大会終わりました。はい、ありがとうございます。トーナメントは優勝は畑になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。で、その後のデッキの投票なんですが、あの投票結果を見ました。はい、ツイッター見て。いいねが一番多かった人。誰ですか。おお。ですけど、はい、じゃあ二冠ということで今日は終わります。はい、おめでとうございます。はい、すごい。いいねボタンも一番多かったの？いいねボタンも一番多かったんでね。今近いなんか12とか。さすが。12。あの一人だけなんか多かったんで。はい。じゃあすいませんが、あのダブルということでこいつに全部持ってかれてしまいます。はい。おめでとうございます。優勝商品は？大会はこれ。うんうんうん。はい。あの特別賞はこれ。ほう。はい。やったー。じゃあちょっと特別賞ちょっと気になるな。まあ箱は別にいいんだけど。こんなのもらっていいんですか。特別賞は、うん、僕のバッグの中から適当に取ったカードです。うわ、じゃあ買い取り出すぜ、はい、そういうこと言うな。嘘です、はい、これでまた僕も大会開く。おお、やった。はい、おー、うん、そして最後完全ジャッキーってのは僕のおすすめなんですよ、うん、ホワイトスワン。
これ大活躍。俺ホワイトスワンしか当たらなかったんで、僕の引きが悪いと特別賞はこうなります。はい。僕の引きに全てがかかっておりました。やったホワイトスワン弱もこれで。はい。じゃあすいません、あの次回はあのデッキのあれはもっと円滑になるようにしますんでよろしくお願いします。でもよかったよ。だからデッキのこういう感じでまた次回もやっていきましょうね。じゃあそういう感じでじゃあ今回は終わりになります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。